その圧倒的なパワーやフィジカルで日本のプロ野球にスパイスを加えてくれる外国人選手たち。今季創立89年目を迎える巨人にもこれまで数多くの助っ人がチームを彩ってきました。中には開幕から炎上を繰り返した後、のんきに浅草観光を楽しんでアメリカへと消えたダン・ミセリなどお騒がせな助っ人もいましたが、真摯に日本の野球に向き合いチームのために身を削ってくれた外国人選手たちは今なおファンに愛される存在です。かつてテレビや球場で応援していた侍魂を持つ愛すべき助っ人たち、そういえば今彼らは何をしているのだろう、ふとそんなことを思うことはないでしょうか。そんなわけで今回の動画ではその真面目な姿勢からファンに愛された名助っ人たちを振り返るとともに、どこで何をしているのか、現在の状況にも迫ってみたいと思います。日本で1年だけプレーのつもりが2000本安打を放つ大打者に、アイーンでファンからも愛された最強助っ人とは。長島巨人が王監督率いるダイエーを下し日本一に輝いた2000年のオフ、一人の外国人選手がヤクルトスワローズと契約を結びました。そう、当時26歳のアレックス・ラミレスです。その後日本で2000本安打を達成し迷宮会入りを果たすことになるラミちゃんですが、当時の気持ちは1年限定の出稼ぎモード。フロリダ州に購入したばかりの家と車のローンを支払うため1年だけ日本でお金を稼ぎアメリカへと戻る予定でした。しかし1年限定の出稼ぎプレイヤーは1年目から138試合に出場し、打率2割8分29本塁打88打点をマークしチームの日本一に貢献。ヤクルトの明るいチームカラーもラミレスの肌に合い、同僚に教わった志村けんのギャグアイーンで一躍人気者となりました。タイムリーを打つとグラウンドで行われるラミちゃんコール、アイーンやゲッツで笑ってくれるファンの子供たち。いつの間にか日本に恋をしていたラミレスは1年だけの出稼ぎ計画を変更して翌年もヤクルトでプレーする道を選びました。そしてそこからラミちゃんの長い長い日本での旅が始まりました。破壊力抜群の小柄みコンビで巨人日本一の立役者に、最強助っ人の称号を手にしたラミちゃんのもう一つの夢とは。来日3年目の2003年に40本塁打124打点で2冠王、来日7年目の2007年には外国人選手としては史上初となるシーズン200本安打という実績を引っ提げて、2008年にラミレスはその活躍の場を巨人へと移しました。アイーン、ゲッツ、喜んで、そのユニークなパフォーマンスで巨人でも人気者となったラミちゃんは、北の大地から FA でやってきた侍小笠原と破壊力抜群の小柄みコンビを結成。移籍2年目の2009年には2年連続となる MVP に輝き、巨人日本一の立役者となりました。翌2010年には49本の一発を放ち、ホームランキングを獲得するなど、最強助っ人の称号を手にしたラミちゃんですが、実はこの少し前から密かにもう一つの夢を持っていました。それは日本でプロ野球の監督になることです。2000本安打達成、戦力外通告、そして独立リーグでのプレー、長い旅を終えたラミちゃんが叶えた夢とは。2013年4月6日、前年に巨人から横浜 DeNA に移籍していたラミちゃんは、元チームメイトの石川正則からレフトへ弾丸ライナーで飛び込むホームランを放ち、2000本安打を達成しました。しかし、この時の年齢はすでに38歳。2001年に26歳で来日をしてから12年の月日が流れていました。2000本安打を達成してからは打撃で精彩を欠く場面が増え、巨人時代から指摘されていた守備面の不安も顕著に。結局、来日以来最低の数字に終わったラミちゃんは、この年のオフに球団から戦力外通告を受けました。ヤクルト、巨人、横浜、3球団を渡り歩いたラミちゃんですが、最後に向かったのは意外な場所でした。2014年2月、ラミレスは NPB 復帰を目指し、日本の独立リーグ群馬ダイヤモンドペガサスに打撃コーチ兼外野手として加入。
45試合の出場で打率3割5厘7本塁打38打点をマークしました。しかしラミレスを獲得する NPB の球団は現れず、この年をもってラミちゃんは現役生活にピリオドを打ち、長い日本でのプロ野球生活の旅が終わりました。その後は群馬でシニアディレクターやオリックスの巡回アドバイザーを務めていたラミちゃんでしたが、2015年10月 DeNA がある発表を行いました。そう、アレックス・ラミレスの一軍監督就任です。誰よりも日本を愛し、誰よりも日本で輝いた男はついにもう一つの夢を叶え、 NPB の監督となりました。監督退任後即 YouTuber に。 NPB 屈指の愛され助っ人の現在とは。全身球団を含めて球団初の外国人指揮官となったラミレス。しかし当時の横浜 DeNA ベイスターズは前年最下位に沈むなど、12球団で唯一クライマックスシリーズへの出場がありませんでした。それでも絶好調男中畑清からバトンを受け継いだラミちゃんは、データに基づく緻密な分析野球を実践し、チームを上昇気流に乗せました。就任1年目でチームをクライマックスシリーズ進出に導くと、翌2017年には球団としては16年ぶりとなる2年連続 A クラスを達成。クライマックスシリーズも勝ち進み、球団19年ぶりの日本シリーズ進出も果たしました。就任5年目となる2020年には MLB へ移籍した筒香に代わって、キャプテンおよび4番打者に指名したドラフト9位入団の佐野啓太が大ブレイク。指揮官ラミレスはその才能を見出す能力にも長けていました。マシンガン系統や8番投手など賛否両論の采配もありましたが、監督5年間で A クラス3回という実績を残したラミレス。それまで10年連続 B クラスだったチーム事情から考えると、 DeNA を A クラス常連のチームに変貌させたラミレス監督の功績は大きかったと言えるのではないでしょうか。2020年11月14日 DeNA の監督として最後の試合を終えたラミちゃんは、当日に自身の YouTube ラミチャンネルの1本目の動画を公開。監督退任後即 YouTuber として再出発を図る切り替えの速さを披露しました。プライベートでは2015年に現在の美穂夫人と再婚。実は DeNA の監督を退任する際、球団からはポストを用意されていたようですが、ラミちゃんは家族との時間を優先するため野球界を離れる決意をしました。美穂夫人との間には子宝にも恵まれ、現在は4人の子供たちと暮らすラミレス。家族との時間を大切にしながらクロスフィットジムを夫婦で運営し、ラミちゃん自身もアラフィフとは思えないムキムキボディを保っているようです。そんな NPB 屈指の愛され助っ人ラミレスが外国人史上初となる2000本安打を達成した2013年、一人の外国人選手が当初星野仙一を男にするべく森の都で躍動していました。そう、後に巨人でも活躍することになるケーシー・マギーです。楽天を球団初の日本一に導いた超優良助っ人とは。2012年12月、一部スポーツ紙に巨人マギー獲得という見出しが躍りました。その年は見事日本一に輝いた巨人ですが、ボーカー&エドガーの外国人野手コンビは2人合わせてシーズン7本塁打とかなり微妙な成績。2年連続日本一を達成するべく強打の外国人野手の獲得が必要でした。そこで目をつけたのが、2010年にメジャーリーグで23本塁打104打点を叩き出したケーシー・マギーです。実績のあるクラッチヒッターをチームに迎えて連覇を目指す予定でしたが、球団初のリーグ優勝を目指す新興球団の楽天が横から華麗にタックル。巨人との争奪戦を制し、大逆転でマギーを獲得しました。東証星野政権3年目となる2013年シーズン、マギーは2005年から2年連続で40本塁打100打点を記録したレジェンドメジャーリーガーのアンドリュー・ジョーンズと共にチームに加わると、主に5番打者として打線を牽引しました。最終的に全144試合にフル出場して打率2割9分2厘28本塁打90
93打点をマーク。球団初のリーグ優勝に貢献すると、巨人との戦いを制した日本シリーズにもフル出場し、森の都で東証の胴上げの輪にも加わりました。そんな超有料助っ人を土壇場で楽天にさらわれた巨人ですが、その片思いは4年の年月を経てついに報われます。マギー is back。 楽天を日本一に導き、再びメジャーの舞台で戦っていたマギーが現役最後の戦場に選んだ場所、それが巨人でした。あのマイコラスを一括、巨人の助っ人には珍しい熱いキャプテンシーを持った男とは。2014年、仙台で星野監督を男にしたマギーは、再びアメリカに戻り、マイアミマーリンズに加入しました。160試合に出場し、ホームランは4本ながら、打率2割8分7厘、76打点をマークし、見事カムバック賞を獲得。その後2年間はメジャーの数球団を渡り歩く、いわゆるジャーニーマンでしたが、2017年にプロ野球人生の旅を締めくくる最後の球団、巨人に加入しました。ちなみにその頃の巨人といえば、スポーツ紙からシュランシスコと揶揄され、チームメートにへをこいて退団した超問題児のファン・フランシスコや、大きな可能性を秘めながらホームシックを発症しチームを去ったホセ・ガルシアなど、外国人の操縦に手を焼いていました。高橋由伸政権2年目となる2017年のチームは若手が伸び悩み、現在はチームの中心に成長した岡本和真もまだブレーク前。そんなチームの過渡期に獲得したのが4年ぶりの恋人、マギーでした。しかしすでに年齢は34歳とベテランの域に達しており、オープン戦も絶不調、その獲得を懐疑的に見る声も上がりました。それでも開幕を迎えるとマギーはコンスタントに打ち続け、最終的には139試合に出場し、打率3割1分5厘、18本塁打、77打点と見事な結果を残しました。夏にはチーム事情で本職のサードから慣れないセカンドに緊急コンバート、首脳陣と起用法をめぐって衝突する外国人選手もいる中、淡々と自分の役割を全うすると、マウンド上で審判の判定に不満を示したマイコラスには、ガタガタ言うなと一喝。若手がミスをしてうなだれていると、人間は誰もが間違うものだとフォローする一面もありました。そんな巨人の助っ人には珍しい熱いキャプテンシーを持つナイスガイ、それがケイシー・マギーでした。第二のマギー発掘へ、巨人の過渡期を支えた名プレイヤーの現在とは。翌2018年シーズン、マギーは132試合に出場し、打率こそ3割を切ったものの、2013年の楽天時代以来の20本塁打80打点をクリア。巨人の中軸として決して悪い成績ではありませんでしたが、チームでは期待の若手岡本が台頭したこともあり、36歳のベテランは引き際を悟っていました。広島とのクライマックスシリーズで3連敗を喫して、巨人の2017年シーズンが幕を閉じた時、マギーはこれが最後かもしれないと涙を流しました。打って、守って、怒って、泣いて、情に熱い青い目の侍は、試合後の宿舎で同僚に感謝を告げて握手を交わすと、その年のオフに引退を発表しました。振り返れば誇れるような野球人生だった。そんな言葉を残して、ケイシー・マギーが日本野球界を去ってから3年近くが経過した2021年6月、巨人は米国 OB スカウトという新しい役職を設立すると発表しました。アメリカに人脈を持つ球団 OB と契約を結び、有料外国人の獲得を目指すのが目的ですが、そこにはスコット・鉄太郎の一角として一世を風靡したマシソンや、ノールック投法でメジャーリーグでも活躍した岡島などと一緒にケイシー・マギーの名前もありました。巨人の過渡期を支えた名プレイヤーは、現在巨人中米スカウトとして第二のマギーを発掘するべく活動しているようです。ちなみにその中米スカウトにはこの選手も就任することが発表されました。そう、マギーと共に由伸政権を支えた左の大砲、ギャレット・ジョーンズです。新生由伸ジャイアンツの救世主に任命された元メジャーの4番とは。
2015年オフ、その年限りで監督を退任した原辰徳に代わり、現役続行の意思を示していた高橋由伸が急遽引退し、巨人の新監督に就任しました。ちなみに当時の巨人はチームの過渡期真っ只中、27歳だった坂本勇人より年下の太田大志や中井大輔といった期待の若手も伸び悩んでいる状況でした。まさにどうする由伸状態。そんな苦難の船出となった由伸ジャイアンツの救世主に任命されたのがギャレット・ジョーンズでした。メジャー8年間で通算122本塁打、2012年にはパイレーツで4番を張ったバリバリのメジャーリーガーという触れ込みで巨人に加入したギャレットは、外国人選手としてはチーム初の開幕4番に指名されました。すると早速開幕第3戦で8回に逆転弾となる第1号を放ち、由伸監督に開幕3連勝をプレゼント。メジャーで4番を張った実力をまざまざと見せつけました。ちなみにギャレットが加入する前年2015年の巨人の外国人事情といえば、丸々と太ったフランシスコがヘをこいて退団し、緊急補強したカステヤーノスも全く戦力にならずフェードアウト、さらにファーストに転向する阿部慎之助を見据えて手放したホセ・ロペスには横浜で倍返しされるなど、巨人は外国人ガチャにことごとく失敗。そのため久しぶりに自前で獲得した当たり助っ人にファンは酔いしれました。しかしそんなギャレットフィーバーも長くは続きませんでした。 NPB の変化球攻めに苦しみ、徐々に成績を落とすと、5月下旬に2軍落ち、またこのパターンかとファンは肩を落としましたが、ギャレットは再び起き上がります。6月に1軍復帰を果たすと、得意にしていた横浜スタジアムでは3打席連続ホームランを達成。9月には巨人の外国人選手としてはイ・スンヨプ以来10年ぶりとなるサヨナラアーチも放ってみせました。最終的には123試合に出場し、打率2割5分8厘、24本塁打、68打点、圧倒的な成績とは言えませんでしたが、巨人が自前で獲得した左打ちの外国人選手が規定打席に到達するのは、あのウォーレン・クロマティ以来26年ぶりの快挙でした。その真面目な性格も評価され、翌2017年も巨人に残留することが決まったギャレット。日本野球に慣れた2年目はさらなる飛躍が期待されましたが、残念ながら翌年ギャレットが1軍のグラウンドに立つことはありませんでした。外国人枠争いに敗れた元メジャー選手の美学、腐らず2軍戦に出場し続けた真面目助っ人の現在とは。由伸監督の船出となった2016年はなんとか2位に滑り込んだものの、優勝した広島には 17.5 ゲームという大差をつけられ、2年連続で優勝を逃しました。巻き返しが必要な由伸政権2年目は、日本でも実績十分のケイシー・マギーとクローザー候補のアルキメデス・カミネロを新たに獲得、チームには欠かせないセットアッパーのマシソンとエース格のマイコラスも含めた盤石の外国人カルテットで2017年シーズンに臨むこととなりました。その結果、日本にカムバックしたマギーは貴重なクラッチヒッターとして機能し、カミネロも29セーブをマーク、安定のマシソン先生は27ホールドを挙げ、日本ラストイヤーとなったマイコラスも14勝をマークし、最多奪三振のタイトルにも輝きました。前評判通りに見事な活躍を見せた外国人カルテット。元メジャーの4番ギャレットはそんな彼らに押し出される形となり、年間通してファーム暮らしを強いられることとなりました。いくら待てども一軍から声はかからない我慢の日々。それでもギャレットはいつか訪れるかもしれないその時に備え、2軍の試合に出続けました。若手選手と一緒に北は北海道から南は九州まで遠征にも帯同。体の違和感や神のお告げを理由に帰国したり、その待遇をめぐって首脳陣と衝突する元メジャーリーガーも多い中、ギャレットは黙々と準備を重ねました。しかし最後の最後までギャレットに一軍から声はかからず、その年のオフに巨人は自由契約を通達、ギャレットの退団が決まりました。それでも2年前までヤンキースのユニフォームを着ていたベテランが見せた姿勢は、
巨人の若手選手に数字以上の何かを残したのではないでしょうか。そんな巨人の元背番号5は今何をしているのでしょうか。ギャレットのツイッターを見てみると、プロフィール欄には実業家とあり、美人な奥さんや子供たちの写真も載っています。どうやら今はアメリカで家族と幸せな時間を過ごしているようですが、その一方で2021年には巨人米国 OB スカウトにも就任。今でも巨人と関わりを持っていることがファンとしては嬉しいところです。真面目な助っ人外国人選手まとめ。ラミレス、マギー、ギャレット、みんな野球に対して真摯でファンから愛された選手たちでしたね。ラミレスの巨人最終年は打率2割7分9厘、本塁打19、73打点。マギーの巨人最終年は打率2割8分5厘、本塁打21、84打点。まだまだできましたよね。マギーはセカンドの守備もしっかり取り組みました。2022シーズンにマギーがいたとしたら、坂本欠場の際にはセカンドマギー、ショート吉川尚輝でも良かったですよね。私は真面目な外国人選手が大好きですが、あなたはお気に入りの外国人選手はいますか？もしいたらコメント欄で教えてくださいね。今日も動画を見てくれてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。